YouTube に嬉しい。あっちゃんはなんと YouTube 初登場です。 YouTube になんと一番最初に来てくれるなんて愛を感じますね。今日はトリーバーチさんからご招待していただいて、エイダムのコレクションを2人でご紹介したいと思います。皆さん絶対最後まで見てください。ではオフショルダーセーターを着ています。こちらは女性らしいシルエットでとっても可愛いです。そしてこのブロックシフォンスカート、これがアシンメトリーになっていてバランスがすごいよく見えます。このブーツがとってもお気に入りです。ラインが入っているところがすっごい可愛いので、この冬はヘビロテして履きたいブーツです。ピアスがトリーバーチの T のモチーフになっていて、ここもお気に入りポイントです。ベルベットシャツ、これを決め手に全身でコーディネートを選ばせてもらいました。そうですね、これはもう着てみてほしいんですよ。このシャツ本当に気持ちいいんです。着た時のまた可愛さがね、形がすごい綺麗なのでぜひおすすめですね。あとは私はピアスです。カエルがちっちゃくチャームがたくさんぶら下がってる中にいるんですけど、見つけた時にあ、これつけたいと思って今回つけさせてもらいました。私の大好きな花柄、この襟元がベルベット素材がとっても可愛くて、ヘアもリボンにベルベットにしました。形もすごい可愛くて、ウエスト周りがキープされてるので、私みたいなちっちゃい子女子も着やすいと思います。スカートはリブニットスカートを合わせました。さすがハイブランドさんって感じの重厚感あるリブニットスカートで、履くと本当にいい女になれるスカートです。そしてブーツはめちゃくちゃ歩きやすいので、長時間歩いても足が痛くならない素敵なブーツだと思います。パールのピアスで、右の耳だけトリーバーチのロゴモチーフが入っています。そんなところもとっても可愛いです。サテンのシャツとお揃いの柄のニットのベストは何柄って言うんでしょうね。着ると形がすごい可愛いので、ギュッてウエストの部分がなっていて、ちょうどいいこう腰のラインから細くなっていくね、絞りがすごい綺麗なので、今回はそれに可愛いモコモコのパンプスを履いたんですけど、こういう感じで選びました。それに、ぶら下がる可愛いピアスをつけてみました。
新作ですか？ありがとうございます。今期初めて出たあのトートバッグになるんですけども、こちらの壁すべて秋冬の新作になります。そうなの、全部あって、かわいい。サイコロとかさ、トランプみたいなさ、モチーフになってるんだね。かわいいね。おばちゃん、どれが一番好き？この中で。でもあのちっちゃいのもかわいいよ。これもですか？はい、これ、うん、このちっちゃいトートバッグかわいい。 NS トートっていうシリーズなんですけども、うん、並ぶだけでもお持ちいただけます。本当だ、ね、これかわいい色が。違うよ、本当だ。可愛いね、このステッチ違い。あ、私のカチューシャと同じ。本当だ。それじゃないね。これかも。これ持っていいんですか？はい、もちろん。そうだね。このさ、形さ、のバッグ欲しい。ここも見て。全部ステッチの色が違う。すごい、凝ってるよ。これすごいかけやすいからさ、持ちやすいね。さ、私はさ、ちっちゃいからさ、あんま大きいバッグでさ、ちっちゃいバッグ。なるほどね。私結構仕事的にはこう、そうだよね、台本入れるもん。そうなんだよね。これも今年の新しい。それ可愛い、はい、あ、裏と違うんだ。リバーシブル。2つのトートが1つのデザインになってて、この庭は3色で、ね、それも可愛い。これ可愛いね。チョコレートみたいな。可愛い。3色あるんだって。ブラック3色でご紹介。ゴールド、ブラックの私カチューシャ的にこれだわ。そうね。え、迷うな。どっち？こっち。こっち。だから今日の服的に。私はこのグリーンもさ、ね、おしゃれだよね。使いやすそう。あっちゃん、それ可愛いけど隣気になる。隣気になるすぎる。誰？え、これどうやって持つの？あ、見てみて、ほら。出てきた。出てきた。すごくない？え、どういうこと？もうAD しかないじゃん。バックパックです。バックパック？そうです。2本ついてるんですね。はい、しょってみた。ね、履いてみて。ここら辺にもさ、いたんだよね、動物が。ほら、見て。ミネズミ？え、これめっちゃ可愛い。だって、こんなバッグ初めて見た。はい、すごい。可愛いよ、全然あり。ね、娘かカエルかみたいな感じ。縁起いい。カエルってね、縁起いいんだよね。うん、私も一緒いますか。すりげなくね。あっちゃん、紫好きなの？そうなんだ。30代に入ってからずっとそうかも。昔ブラックとか欲しかった。そうだったね。お財布ももうここ3年ぐらいずっと紫だよ、私。そうなの、うん、私このちっちゃいブラックとかがいい。そうね、トモはね、小柄な方が似合うね。え、かわいいのね。それは私タイプだわ。あ、こういうの好き。しかも軽い。これ似合うよ。ね、買って。すごいね。このスニーカーが今季の秋冬の新作で、ベビーバッグスニーカーって言うんですけど、スニーカーこれかわいい、ね、今季のだって、ね、新作。これちょっと試着できますか？もちろんです。履いてみようかな、はい、私も22点。一緒。あんちゃん、背高いの。足ちっちゃいの。そうなんだよ、ね、中がレザーなのがまた上品なんですよ。しかも素材が違う。ティーみたいな。トモのティーでしょ。トモのティーって言われるけど、トモのティーずっと言ってるけど。このスニーカー履いていただくと幸運を訪れます。そうなんですか。はい、この部分が、はい、テントウムシのこの丸で帯びた感じが、これは幸運を呼ぶスニーカーって言われてるやつなんですね。そうです。あら、そういうの大好きですよ、ね、女子みんな好きだよね。みんな好き。毎日履いちゃうね。ねえ、毎日履けるしね、本当に。私ね、それね、なんかね、雑誌の撮影でね、この間させてもらったの。めちゃめちゃ可愛かったよ。しかもこのさ、ショート丈、黒っぽい感じがね、流行りっちがいい。あっ、あっちゃんっぽいわ。可愛い。可愛いね。着てそう。あの衣装ね、着てそうよ。私これもいいな。あ、ショル？トモっぽい。ショル。トモっぽいよ。このコートも可愛いよ、絶対。羽織ってみてもいいですか？はい、あ、嬉しいです。失礼いたします、ね、あ、それ、で、それ羽織りたい、私、はい、あ、中も可愛い。可愛いね。チェックになってるんですね。どう、はい、だろう、着られちゃわないかな。似合う。あ、結構ちゃんと重厚感あるよ。可愛い。あ、可愛い。可愛い、似合う。可愛い。いいじゃん。おしゃれ。すごいね。じゃん。丈の長さも抜群だね。いいね。本当はね、多分すごい身長高い人がね、
これぐらいの丈で着るんだろうけど、うん、オーバーなのも可愛いよね。めっちゃでもさ足出てるからさ可愛い。寿司が来たらちょっと160センチ、やっぱ長めよ。いやいやでもロングって可愛いじゃん。あ全然大丈夫だよほら。あ、スカートが出てるから、うん、あ、全然大丈夫じゃん。この赤でさ、合わせた A ラインがすごい似合ってる。本当？長さも全然、大丈夫。嬉しい。トレンチコートのこういうのなかなかないよね、うん、てかこの重厚感がハイブランドって感じ、うんね、かわいい、このコートかわいい、すごい、かわいすぎるこれ、はい、かわいい。長似合うよ。鼻から好きなの。ちなみに名前はザ・フラワーです。あらその名の通りの、はい、あのさモチーフ可愛いね。あのマンタのさだけど、なんかね、なんかこうちょっといびつな感じが可愛いよ ね、 ね、ちょうど花のザ・フラワー、はい、もうフラワーですこれすっごい可愛いと思 う、 そ う、 そ う、 そう、広げてみていいですか。あ、違う違う、気になってるよ、ね、これめっちゃ可愛いよね。だってそれ絶対T シャツなんだ。めっちゃ可愛 い、 めっちゃ可愛い。インしたら可愛いね。買いだな。めっちゃ可愛いんですけどこれ。かわいいママだよ。嬉しい。一つ一つがさ、ベルベットだって、はい、気持ちいいな。すごくない？はい、ということでね、楽しかった。普通にね、うん、お買い物気分で、あっちゃんとプライベートな感じで嬉しかったよ。ね、ルックもすごい可愛いので、AW コーデも、あとお洋服もお靴もたくさんありますので、ぜひ銀座店に遊びに来てください。楽しいですよ。じゃあね。バイバーイ。バイバーイ。